はい、どうも。どうも。クリアラケットチャンネルです。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、今回は。今回は？はい。今ちょっと話題になってる、井岡選手と井上選手。結構年明けからなんかいろんなボクシングの話題多いですよね、確かに。そうなんですよ ね。ちょっと話題が。ありがたいというか、やっぱりこちらとしてもね。うん。割とネットニュースなんかでもちょいちょい見るなという。やっぱ、同じボクサーとしても嬉しいですね、その業界が盛り上がるというか、やっぱそうですね、ね、はあ、まあ、今回の件もそうやって盛り上げるために言ってるだけなんじゃないかなと思ってるんですけど、まあなんか、井岡選手が5階級もちょっと視野に入れてるっていうような、5階級ってすげえな、はあ、まあ、バンタム級ですよね、だから、で、井上選手がなんだか、わわわの、あれかな、なんか記者さんに、コメント返しで話してたのが、発端で。うん、こういう、まあ、ドリームマッチの話が、まあ、話題に上がってきてたんですけど、で、まあ、実際には多分やらないなとは思うんですけどまあでも想像する分には結構面白い、面白いですよね、試合だなと思うんですよね。多分どのボクシングファンの方も面白いと思いますね、やっぱり。なんでちょっとまあそこのだから勝敗予想とか、おお、いいですね、考察をしてみたらちょっと面白いんじゃないかなと思って。幻のカードであろうけども考察していこうというか、あ、そうそうそう、うん、ドリームマッチ構想みたいな、いいですね、いいですね、じゃないですか。でまあでもなんだかフィジカル面というか、フィジカルっていうとあれですけど、パワーがすごい、やっぱり井上選手がすごい強いんで、そこの、まあ、井上選手のそこが勝つのか、井岡選手の技が勝つのかっていうようなやっぱ印象ですよね。だからもうイメージそうですよね、その瞬発力というか、はい、パワーの井上選手と技巧派の井岡選手みたいなイメージありますね、やっぱり、ね、そうですよね、まあ、どちらももちろん2人ともパワーもテクニックも全てあるんでしょうけど、はいはい、イメージはそういうイメージありますよね、やっぱりね、はいはい、そうですよね。で、かつしかも、有利に運ぶなって思うのが、そっちのパワーがある方の井上選手の方がより重たい方だっていうところですよね、うんうん、はい、バンタム級でしかも今もうきつい方、うん、の井上選手が、まあ、パワーがすごい、その階級の中でもある方だって言われてる中、スーパーフライ級の中だと体格的には劣る井岡選手、うんうん、パワーっていうよりも技で勝ってきてる、技術で勝ってきてる、すごいけどな、うん、それもすごいですけどね、すごいっすよ、抑え込むっていうか、うん、すごいですけど、まあそこがちょっとやっぱりこう実際にやるってなったらそこがやっぱり、うんうん、どうしても出てくるかな、うんうん、有利さが出てくるかなっていうところは思うんで、あ、まあそこがあるんですけど、でも井上選手とやってわからないなって思える選手は井岡さんっていう印象ですよね。すごくやって、なんだろう、どっちだろうって思えるような、確かに、うん、まあ、対戦ではあるなっていうところはあるんですけど、まあ、やっぱり有利だなって思うところは僕は井上選手かなって思います。っていうところはやっぱさっきのパワーの部分、うんうんうん、もちろん井上選手も全然技術がないわけじゃないし、もちろんそうですよね、さっきも技術も高いし、言いましたけどね、お二人とも全て高いですけどね、そうそう、その高い水準の中でどこがズバ抜けてるかって言ってくると、やっぱり井岡選手はやっぱり技術がズバ抜けてるし、井上選手はパワーがズバ抜けてるし、はあ、って見るとやっぱりこうそこの、うん、井上選手の爆発力パワーに対して井岡選手が対応がしきれるのかどうか、うんうん、やっぱりあれだけのパワーがあるとどうしても崩れてはくると思うんですよね、うん、でやっぱりすごい井岡さんは安定感があるじゃないですか、うん、ディフェンスがすごい上手くて崩しづらくてペース乱さずにずっとフルラウンド戦っていくような印象だと、うん、まあ、思うんですけど、うん、その中でやっぱりこうパワーで崩される、うん、対応スピードに例えばついていけない、こうその中でパワーもあるからガードが崩されるとか、うん、多分そういうところが出てくるから、そこのところでどうなのかな、うん、で逆に、うん、とそういう井上選手が最初からこう掴みきれないなとも思うんですよね、うん、はい、井岡選手ぐらいのレベルになってくると、こう序盤とかですぐ井上選手って相手のことを掴んで距離とか掴んでこう やりたいことを大体掴んで自分のペースに持っていくっていうような感じなんですけど、井岡選手にそれがじゃあできるのかっていうと割とできないような気もするし、
結構ドネア戦で思ったんですけど、ドネア選手も結構ジャブ当ててるじゃないですか、うん、最初から、うん、そんな感じで序盤なんかは結構井岡選手のジャブとかもやっぱり機能してくるだろうし、そこからどう転ぶかですよね、うん、そういうところも面白いな。面白いですね。あ、でもなんか想像としては、僕としてはやっぱり井上選手がまあ、うん、7割ぐらいかな、うんうんうん、まあでもわからないなって感じですよね。まあわからないな、うんうんうん、っていう印象ですかね、うんうんうん、で間違いなくドリームマッチであるって感じですね。いやもうドリームマッチですよね。これが決まったらもう速攻で多分会場どこを取っても埋まるだろうし、埋まるでしょうね、うん、それが海外の選手じゃなく国内の選手でできるっていうのはやっぱりすごいですね。すごいですよね、うんうん、まあ見てみたいところでありますけど、見てみたい、うーん、ちょっと厳しい、厳しそうですね、ちょっと厳しいですよね、うん、実際は、うん、で、ちなみにそのまあまあさっきも言いましたけど、お二人とも全て高水準ですけど、あ、パワーの井上選手、うんうん、で、技の井岡選手、栗原啓太は何ですか？すげえ笑いを隠してるじゃないですか。なんだろうな。心諦めない心。すぐブレるから。ブレブレなんだけどね。ブレブレなんだけど。でもなんかあるじゃないですか、そのあのズバ抜けてる選手って、あのクリアンってでもパワーですかね。僕もどっちかっていうとパワーなんですかね。ですよね、どっちかっていうとね。うん、だからこ そ、ね、今技をね、磨いてるってことですもんね。今までそれを怠ってたから、自分でも気づけたから今そこを磨いてるってことですもんね、クリアンさんもね。そうですね。はい。まあ、なんでそういうところはそうですね、やっぱこう世界のトップレベルになってくると、どっかしらなんかドンってズバ抜けてる選手やっぱすごいですよね。高水準の中でもやっぱどっかズバ抜けてるっていうか、あ、自分もやっぱり作りたいですね。でも高水準にまず全部のレベルを持ってきたいですね。そうですね、全てが高水準の中でズバ抜けてるのと、あ、全てが低水準で1個だけズバ抜けるのにわけが違いますもんね、やっぱりね。やっぱ世界トップ見てると穴だらけなんですよね、僕。うん、うん、そこなんですよね。まあでもさっきまで伸びしろしかないわけじゃないですか。まあ確かに、クラさんもね。まあだから追いつけじゃないですけど、はい、ね、その2人に負けないぐらい頑張ってください。割とそれで締めますよ。頑張ってください。頑張ります。でも本当に見たいですけどね。はい、ボクシングファンとしてそのカードは。はい。なんか昨日だかもあのツイッターの方で井上選手が、あの直哉選手が書いてましたけどね、そのラブコールは本当だみたいな。はい。なんかそのまあ本音でやってるんだっていうところを書いてましたけど。うん。うん、まあでもうん、井岡選手がじゃあいつバンタム級に来るのかっていうところもそうだし、前だって井上選手はどっちかって言ったら上げたいって言ってましたもんね。そうですね、ね、相手はね。でも井上選手は下げるってことはまずないと思うんですよ。絶対無理ですもん、まあ、無理でしょうね。バンタム級で今かなりカツカツというか、もうきついと思うんで、うん、あれでスーパーフライはまず無理だと思うんで、うん、そうなってくるとやっぱ井岡選手が上げるけど、いつになるか分からないですよね。そうですね。で、井上選手はやっぱもう上げたいし、はあ、もし実現するとすれば、この1年の間、うん、まあそれもまああと半年ぐらいの間ぐらいで井岡選手がバンタム級に上げますっていうのを明確に宣言するんだったら実現するのかなってところですよね。いやそれも楽しい、その動向も楽しみですね。そうですね。まあ井岡選手がでもまずはスーパーフライで統一をしたいっていう話もしてるんで、そこの後になってくるとは思うんですね。そうですね、うん、って考えてくると実現なかなかなさそうですよ。ね、現実見るとなんか悩ますね。うん、見ないようにした方がいいです。見ないようにした方がいいですね。はい、まあなんで、まあそういうちょっとドリームマッチを、うん、はい、あの楽しむ方向性で、はい、語ってみるのもなんか、まあ面白いかなと。面白いか、うん、そうです、面白いですね。はい、今回ちょっと話出たんですけど、はい、はい、まあこんな感じですかね。こんな感じ。はい、こんな感じ。じゃあ、これで動画終わりたいと思います。はい。はい、ではこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価の方とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。